Love is funny, always silent, always quiet, always smile. It's a good thing, always bad, but beautiful. To take a chance and be beautiful. I'm not thinking of who to mind at our love is cheerful. It's a common, always play. It's a heartache in the way, but beautiful. And I'm thinking, always gay. It's a problem, always play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking, なんか最近ジャズバンドを組んでおりまして、複数の人々とライブをすることが多いんですけれども、ちょっとソロライブはすごく緊張しますので、まず温かい目で見守ってください。ですね、
ジャズピアノを習ってるんですけれども、習い始めたきっかけがビル・エヴァンスさんというジャズピアニストの巨匠がいるんですけど、その方に憧れてちょっと習おうかと思い始めて、習い始め早10年全然なんか一つも かすりもしない感じなんですが、それで憧れてちょっとずっと歌いたいなと思ってた曲がありまして、イレブンスさんが作った、三拍子ワルツなんですけども、ワルツフォーデビーを、ちょっと歌いたいと思います。
ルズ・フォーディングでした。ありがとうございます。またビル・エヴァンスさんつながりで、ビル・エヴァンスさんというと、マイ・フーリッシュ・ハートっていう美しい曲を、演奏されてるのが、音源が有名なんですけれども、それをですね、また無謀にも歌おうかと思いまして、多分人前で歌うの初めてですね、すみません。マイ・フーリッシュ・ハートというバラードを歌わせていただきます。The night is like a lovely tune.すいません、間違えました。
ありがとうございます。あと次が、最後の曲になってしまいます、その前にちょっと告知をさせていただきます。さっきも言いましたようにちょっとジャズバンドを組んでおりまして、ザ・ハックベリー・クインテットという、ベース、ドラム、ギター、サックス、私ピアノとボーカルをやってる、バンドがあります。そちらで、ちょっとジャズライブを、いたします。10月3回あるんですけれども、まず1回目が10月14日土曜日、川崎ジャズという、川崎全体でなんかジャズイベントがあるんですけれども、そちらに、出させていただきます。14時45分から新百合ヶ丘駅南口広場というところでやります。フリー無料ですので、よろしかったらいらっしゃってください。川崎ジャズで、なんかいろんなところでやるんですよ。溝の口ですとか、新百合ヶ丘ですとか、あと川崎駅とかもやったり、なんか川崎市全体で、ジャズイベントやる。なんか横浜ジャズプロモダードの川崎版みたいな感じのやつですね。よかったらいらっしゃってください。あと次の日がですね、10月15日日曜日。こちらがですね、バリアフリーイベントということで、とっておきの音楽祭、町田駅で、今度は町田駅周辺でいろんな会場を借りて、一斉にイベントをするっていう、やつがあるんですけれども、それがですね、場所がシティターミナルプラザ、なんだっけ、ミーナとか、端っこの JR 横浜線の端っこの方の広いちょっとイベント会場ホールみたいなところが、ホールっていうかスペースがあるんですけれども、そこで、私2回行ってます。ザ・ハックベリー・クインテッドが11時5分から11時半、あと3時5分からですね、ちょっとボーカルの師匠も出るんですけど、そちらがプロのジャズマンと、社会人ビッグバンドと、あと私を含むコーラス会の人々が出るっていうやつがありまして、それが15時5分からです。よかったらこちらも入場無料ですのでいらっしゃってください。で、その3つ目がですね、10月29日日曜日、町田アイビーさんで、7時から出させていただきます。アイビージャズライブ、多分ボリューム6回目だと思います。ジャズバンドだったりディオだったり、なんかいろんな形態のジャズユニットが集まって、台湾さんが多分さ4組ぐらいで出るかと思います。そちらの方よかったらいらっしゃってください。そちらは1500円でワンドリンク付きだった気がします。よろしくお願いいたします。では最後の曲になります。Fly Me to the Moon を歌わせていただきます。You are a world of all I'm
sing song.